カニの恩あるところに一人の女性がいて、この人は慈悲深くすべての生き物に対し、愛しく思うのであった。たまたま槍水、槍水の中に小さなカニ、カニがいるのを発見して何年もの間、食物を与えて養っていた。この娘は養子丹麗であるので蛇が心に留めて自分の妻にしたいと考えた。 蛇は身を男に返じて近づき娘の親に頼み込んで是非自分の妻にしたいというのであったその際自分の身を隠すこともなく蛇であることを娘の父に告げた父は蛇からのプロポーズを嘆き悲しんだが事の次第を娘に語った心優しいこの娘はこれはきっと私の合法でしょう もし行くことを聞き入れてくれないならあなた父も私も虚なしく殺されてしまいます。黙っていくのを許してほしい。私さえ犠牲になれば。父のこ用にしたいからと口説かれ泣くなく娘が言うので父は悲しく思いながらそんな事情に折れて蛇と約束してひどりまで決めた。 娘は日頃から養っていたカニにいつもの食物を与えながら語った。年来お前を愛おしく養ってきたけれどももうそれにも限りがありあれでならない。このような風にゃい蛇に気に入られて私はどこかに奪われてしまう。これからお前を養うことができないのは大変気の毒なことですとさめざめと泣くのであった。 人と物とに語るように言うのを聞いてカニは物を食べずその場を去ったその後約束の日が来て家の庭には大小の蛇でいっぱいになりものすごく恐ろしい光景であったそこに山の方より数えきれないほどのカニが来て蛇どもを挟み殺してしまったのですべて特別なことは起こらなかったのである。 恩を報いることこそあれである。こことそあで人は情あるからである。これはイサゴイ詩集に記されていて道勘証人は法恩書文団に畜生すら恩を報ずることの一例として紹介されたものである。